いらっしゃいませ。ジュエリーカラビアへようこそ。さて、今日は何をお求めかしら？他にな、いつもありがとう。決めポーズの途中です。決め？いきますよ。バッドの寝具もグッドにチューニー！バリーグッドマン！参上ぜ！あ、オリベ翼です。よろしくお願いします。オーケー翼。私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。バリーグッドも知ってる人？うん、何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、ソロアルバムでミリオンとか。でもその人もっと痩せてたような。本人なわけないよね。すまさ、それは私で。何キロ太ったんですか？すまさ、ごめんなさい。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。昔の話です。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。青井いつきです。よろしくお願いします。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバディルーキーズ。頑張ります。いい返事ですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍速度と密度でいきます。通常の3倍？別に3倍じゃなくても。知ってましたか？今日は秋葉で人気アニメディア魔女イロハのフィギュアが発売される日です。昨日限定版は少しだけ。出遅れるわけにはいきません。はあ、オタクの何が悪い。何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。さっさとレッスンを終わらせたいので協力してください。ああ、
間に合わなかったら樹にも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから、本当は3倍でも足りないくらいです。ビシビシいきますよ、ルーキー。何度言えばわかるのです。翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。そんな歌はクソくらえ。いいですか翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バツ、その歌に熱狂や感動がありますか。ないです。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なさん。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル、プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ事務所を抜けて芸能界をやめやがれ。それはダメ。私はお姉ちゃんを探したいんです。だから翼の都合なんて私知らない。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込められてません。自分のため、メッセージってどうやって歌に込めたら。答えを聞いては意味がありません。感じるのです。いつきも翼が言われてるだけと聞き流すなよ。考えちゃいけません。ハートに問いかけるのです。それではワンモートライ。はい。ストップ。このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。次も私のレッスンを受けたいならディア魔女イロハ見て勉強してきてください。ごめん、イツキ君。私のせいでバリーさん怒って帰っちゃった。気にするなって。矢面に立ったのが翼だっただけだよ。はあ、アイドルって大変なんだね。なんかいろいろ考えちゃった。今後の芸能活動のこと？ううん、お姉ちゃんのこと思い出してたんだ。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだなって。ガツンとやられちゃった感じだよ。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしててかっこよかったし。ああ、やっぱり私お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。俺は翼を見てると楽しいよ。だからアイドル結構向いてると思うけど。見てると楽しいって褒められてるのかな。でも元気づけようとしてくれてありがとう。そういうところ本当に変わらないよね。
うん、私もうちょっと一人で考えてみるね。またね、いつきくん。あ、お疲れ。お疲れ様です。何？大玉では助けてくれてありがとうございました。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。ま、それがバリーの仕事だからね。ね、一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？自分のことだけで手一杯で。でも、なんであそこまで酷評されたのかわからないです。なるほどね。ね、あなたたちは歌手になりたいの？俺は違うけど、まあそんな感じです。そう、歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょ。はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。これは？それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど。だけどあの子なら。ん？いえ、何でもない。共演相手の剣八代は超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりなら、あなたにも得るものがあると思う。それじゃ、これからリハーサルだから